椿がね、いいとこに花芽がついたんだよね。ああ、確かに。正面に花芽が2つ。木も言うこと聞くんだよ。だから私たちの場合はね、全部ほとんど取り木なんですよね。こういうのも、ね、大きい実の紅下なんですけど、これも取り木ですね。いいんだよ、俺この木好きなんだよね。大きいのね、葉っぱもね、うん、葉っぱもちょっと大きい、実も大きいんですよ。だからさっきのこれもそうなんだよね。これもそうなんだ。ああ、そうか、うん、大きい、実も大きいでしょ。ああ、実大きい、大きい、実が大きいんだよ、これは。そのサイズでなるっていうね。うん、ね、だから、まあいろいろね、あの裏技はあるんだけどな。裏技言っちゃダメだ。もう本当に秘密基地みたいな。秘密基地です。撮影場所。気をつけてください。盆栽のための部屋。盆栽ルーム。鉢はもうそこらじにゴロゴロしてますね。怖いな、でも。大丈夫、大丈夫です。これで部屋になっちゃいました。ここはいいんだよ、部屋が。これで。すげえ。撮影スペースあるから、ここは。食も何も立派なんですよ。すごいね、撮影スペース。インスタで上げるやつはここでやるの。すごいですね。もうほら、ライトも全部。本当だ。こっち側も全部。秘密の小部屋。へぇー。ここはこうなる前から知ってんだけど、はい、あのただの物置だったんだよね。物置。もうすごい綺麗になっちゃって。それをね、熊くんがね、原さん、ここ部屋にしようよって。熊さん？うん。これ全部熊くんの、あれだよ。設計だ。設計というか、デザイン、デザイン、デザインで、この、こういう家具まで全部熊井くんが選んだ。この、これも全部。なんすごい、ね。もう、鉢山ほどありますね。ありますね。これ。あるんだよ。いいな。石がある石、いいな。あ、いいな。すごい。これが、この間の。そう。こら薄いな。植えられっかい。植えられる。植えられるんですか。それで植えたらかっこいいよ。すごいよ。新作。毎回いろいろ作ってるんですよ。これ？あ、ちっちゃいのあった。あ、いいな。それもほらなんかいろいろ模様入ってる。すごいよ。模様入ってるんだよ。いいね。これいいね。いいですね。ね、素敵。模様入ってて。でも作るの結構大変なんですよ。このちっちゃさはね、うん、逆に大変だよ。大変だと思います。何を植えるか考えちゃうね。これちょっと長いから初体操がこんなになって飾ったらいいかもしれない、うんうん、面白いでしょ。面白い。くしゃみが出そうで出ない。花粉症なんだよ。ああ、そうなんだ。もうなんで今の時期に。いや、もう飛んでるみたいよ。次の花粉、うん、垂らして2回、これ1回黒いのね、うん、塗った後に2度付けする。そうするとこういうの、これもそう。あれはもう1個もないね。それは絵描いたんですね。これは土 2種類使ってるのかな。こんな感じになるの、まあ、これはほら土の色。ジョスイさんのじゃないの。違うの。そうだ、原さんの。原さんのじゃないの。じゃないね。お弟子さんの土でこうなる。外がこっちですよ。こっちがすごい。何？盆栽置き場。もうほら、冬ごもりしてるから、いつもここの棚が全部盆栽になってんだけど、冬ごもりしちゃってるから、中に入っちゃってるから、映してないね。うん、すごいな。失礼します。お先どうぞ。本当はここも全部盆栽なんだよ。でも全部閉まっちゃった。だから映せないよ。めちゃめちゃ鉢ありますね、まず。これがね、綺麗にね、桜が出ると思う。これが温室になってるんですね。そうそう、温室。すごいな。びっちりでしょ。今の時期。最近はね、木が小さくなっちゃったんですよ。こんなんですよ。ちっちゃい。どんどん最近小さくなっちゃって。すっげえ。バラもほら、やっと赤くなってきた、少し、バラが。バラ。すごいな、これ管理できるのすごいっすね。小さいでしょ。ちっちゃい。めちゃめちゃちっちゃい。めちゃめちゃ小さいですよ。すごい、ね、こんなんだって、ちゃんと実ができてますね。実がなってなるんです。あ、こんなんだよ。あとね、私はね、こういう石につけたなんかもやってるんですよ。黒松。これでね、船かなんかポッと置くでしょ。なるほど。うん、そうするとね、
こう海の景色が。なるほど。歯短いですね。わざと短くしてるってことですよね。そうですそうです。目を切る時期によってね、はいはい、あの短くなるからね。うーん。うわー、かわいい。いいですね。ね、いいでしょ。楽しいんですよ。楽しいですよ。ね、趣味だもんね。こんだけできたらどんなに楽しいか。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。じゃあちょっと潜入します。これであれだよ、 YouTube の世界中の人見るからさ、うん、また来る。来ますよ多分。ここに並んでる時だとね、分かりやすいんだけどね。そうだよ。並んでるとき買わないとね。大野さん、今、何ですか。うん、仕入れの最中。ちょっと仕入れ。ちょっと仕入れ。来たんです。僕も買えたりとかできるんですか。あ、どうぞどうぞ、よかったら。じゃあ、せっかくなら、あの、さっきのね、これかな、うん、そうですね。手入れ落としてさ、大事に持ってたのに、とうとう見てしまいました。だよね。この間東京さっきより、まあ、本当だね、鋭利になった、鋭利になったでしょ、さっきより全然違うでしょ。そうですね、金安い、そうそう、あのダイヤモンド安ってやつね。ああ、硬いやつ、うん、これ便利でしょ。ちょっとこうやって料理しながら飽きれないなと思ってあれでシャッシャッシャッってやって芋切ります。ごめんなさい、僕大事なこと多分聞き忘れるかもしれないけど、釜は何使ってるか。釜、これ電気釜。電気釜、電気じゃなくて、私は灯油です。灯油なんだ。灯油、ここに、これが石油入ってるタンクね。こっちに石油が、灯油だ。そう、ガスじゃなかったの。灯油だ。あ、これか。うん、石油で、こういう釜をこう踏んだよ。大きいよね。あ、あのサイズですからね、すごい入るでしょ。うん、結構段数7段ぐらい。5段。あ、これにそれで段をつけてくる、うん、これでね、 L 字で段をつけてこうやって重ねてくるんだよ。で、5段だけ作るんだから結構大変だよ。いやー、すごいじゃないですか。広いんだ。それで5段を埋めるんだ。そう、これどこで買うんですか。釜屋さんがある、あの新竜っていう、私はこれ新竜っていうところで買ったんですけどね、はい、これ、うん、新竜の時計かも。そうそうそう。で、これここ。うん、あの釉薬から何から。あの、あ、朝霞にあるんだよね。あの、朝霞の方に行ってた、うん。あの本店があるの。そこに買いに行くの。で、こうやって中にこうやって入れてね。はい。やると、それで温度計が。それが温度計なの。これが温度計なんですよ。今この中13度ですね。はい。これが1230。1235ぐらいは。どこに線があるの？これ。あ、これか、うん、あ、中の棒があるじゃないですか。そうそうそう、棒が、あれが、これは温度計なんです。温度計なんで、こうつながってて、1300まで測れる。そう、だいたい1280です。80まで上げない、50ぐらい、普通に投げちゃう。あ、そっか、垂れちゃう。だから1230から35ぐらいまででだいたい大丈夫みたいに。へぇ、だいたい7、8時間ぐらい焼くのかな、それで。全部教えてもらえるんです。プロセッサーから大変なことはやってますね。プロセッサーって言うんだっけ、石油を気化させる機械、うん、これ。あ、これか。これが石油タンクでしょ。そう、石油。そう。これがプロセッサーでしょ。怖くてさ、うちも灯油だったけどさ、爆発するんじゃないかと。なんで爆発しないんよ、大丈夫です、うんうん。ガスで予備で温めないの。いや、全然。これで最初から。最初からこれ。大丈夫。最初200度、300度ぐらいでと長くやるんじゃない。そんなにしないよ。そう、どん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 普通に、これ小さいもんだから、うん、割れることほとんどない。まあ初めはそんなにガーッと使
かないけど、うん、徐々に上がっていっちゃうよ。1時間で300度ぐらいすぐ上がっちゃうよ。そうですよね。もうあのそんなに気にしなくても、大きいものだったらね、熱いじゃない、うん、そうすると中に空気なんか入ってると ね、 からね、割れちゃう。このこんなのもうほとんど割れないね。そういう点では割れない。いいでしょこれ。これいい。結構高いよ。高いですよね。これが買ったの35万ぐらいかな、これ。なんでそんな安いの。いや、だって定価だったもん。だってもう作ったそれこそ20年も待ってもらえない。今だってもう、今あのね、中古で売ってるよ。結構あるらしい。安本なんかこの間で。ああ、中古でね。買って。問題はね、重いから運べないのよ。いや、だから、うん、あのなんか向こうで持って全部やってくれるみたいよ。うん、すっごい大変でこれ設置するのね。中古で売ってるのは知ってんだけど。この工事してね、繋げなきゃいけないですもんね。そう、これがね。これはもうこのために作った。あれだから。これ、火つけるじゃないですか。はい、熱くないですか。熱いですよ、なんか。夏とかすごいことになりそうじゃないですか。うん、でも、大丈夫、それほどでもないですよ。そうでもない。だってこれ、うん、こんなにブロックがあって。これが、塗料塗ってあるんでしょうけど、これがほら、なんともない、焦げてないんだから。これがそんなに温度は外側に外までは赤くなるようなことはないから。外が赤くなるようだったら急速に冷えて割れちゃうよね。なるほど。でもこれでもね、冷えるの早い。すごい早いから、こうなんか。あ、そう。2日ぐらい置くんじゃない。いや全然置かない。置かない置かない。だって今日焼くじゃない。それで3時とか4時ごろ終わるじゃない、うん、それで次の日の朝もう 4,50 度あっても平気で出せるよ。熱いで。まあ、ちょっとね、焼けどするね。いや、手動かしてりゃもう全然平気だから。ちゃちゃちゃ。本当はもっとゆっくり冷めるほうがいいんですよね。なるほど。うん、やっちゃいましょうよ。このサイズはいいよね。ね、このサイズいいよね。ね、いいですよね。うん、いいよね。これが問題だよね。うち小屋がないから、うん、ね、小屋をまず建てないと。まずこれが必要だから。火事で燃えちゃった。今日はですね、盆栽オンズさんにやってまいりました。土台を探しに行った。はい、まだ心配があるんですよね。いっぱいあるね。うん、っていうふうに。びっくりした。不審者ですか。やっと買いました。カラマツ大好き。うちの息子も待ってます。うちの息子も。お父さん大野さんで買い物してみた。ありがとうございました。